亀戸駅寄りの横断歩道からサンストリート亀戸はかつて東京都江東区亀戸に所在したショッピングセンターである。愛称はサンスト別名ランブリングマーケットで2016年3月31日に廃業した。跡地は野村不動産が購入しツインタワーマンションと大型商業施設等が整備され2022年春の完成を予定する。 1937年、服部時計店は腕時計製造会社として、第2成功者を設立し、39年、この地に、本社、亀井戸工場を設けた。1986年の第二次、東京都長期計画で、本地区を含む、近市町、亀井戸地区が7つの副都心の一つに位置付けられ、88年、成功電子工業は本社を亀井戸から、 千葉市三浜区の幕張新都心に移すことを前提に工場跡地の有効利用について検討を始めた。89年、江東区は亀井戸六丁目地区再開発整備基本方針策定調査を実施。それを受け、成功側はオフィスと商業施設からなる36階建てのツインタワービル案をまとめた。 成功は1993年に幕張に本社を移転するが、経済情勢から高層ビル案を凍結。翌年、土地は売却しない。15年間の中期利用計画を前提に再検討する。という方針を打ち出し、97年11月、約50億円を投じた2層の店舗棟と5層の駐車場棟からなるショッピングセンター、サンストリート亀戸を開業させた。 マーケット広場のステージでは、年間を通じて、アイドルイベントなど多くの祭事が行われた。15年目の2012年に閉鎖予定だったが、営業は4年延長され、16年3月31日をもって閉鎖となった。約2.3ヘクタールの跡地は2017年末、野村不動産が購入し、地上25階、地下2階建ての免震ツインタワー、プラウドタワー、 亀井戸クロスと地上6階地下1階の大型商業施設等の整備に取り組み22年春の完成を予定している。出展テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイド、お買い物情報を参照。常設のステージでは土日を中心にお笑い賞、大道芸、プロレス、阿波踊りなど多種多様な祭事が催された。 主な出演者を書きする。ありがとうございます。